下に火炎しとるやん。すっごいと思う。この雨の日にこんな吹雪いとる日にこんなガラス窓割るって最低じゃない。誰やわったん。多分視聴者からアンチやろ。全部お前のせいやまいね。お前が YouTube したらんかったらこんなことされてないわけやん。もし誰かに怪我あったらどうするつもりやってんて。今ここに誰もおらんかったしけど、もしやつこの部屋に住んどったら怪我しとったかもしれんげんよ。前の大事な可愛い顔が傷ついとったかもしれんげんよ。いつ落としたん。いつこの1階から落としたん。今やって。さっきほんと数分前、ほんと見てきたらこんなんだとったし、ルー呼びに行ってお前が動画の中でドローンで家の周り全部映したから多分住所完全にバレてんのや。いやその前にあんたが前のこと監視しとるから前が監視することになって、結局の原因はあんたってことや。そうや、お前が YouTube しとしやせんかったらこんなことならんかったし、前もいたずらしんかってんって全てお前のせいや。ちょっと足なんであんた、ダメ、危ないし、なんか履いてこう。履いっぱいあるし履いてこいって。ちょっねえ、これなんや。ファンよりサインください。ほらやっぱあんちゃんね、ファンなのになんでこんなことするん。知らんわ。いや多分視聴者年齢や。お前がこうやって動画撮ると思ったし、わざとしとるんじゃないが。こういうことしたら動画撮ってくれてこれだってファンよりとか、こういうこれも出されると思ってやっとるんやんって。やめ、動画やめ。ダメや、これ出したらもっと増える。ダメ、警告動画出さな。ダメって。これは警察に通報して多分指紋とかも全部撮って豚箱ぶち込むみたいな動画出せばちゃんと増えるやろ。お前が YouTube しとるせいでこんなんなっとるのに警察忙しいんやん。あんたがこのうちに関わっとる余裕ないよ。まあ、ダメ、危ないし入ってこいっつとるやろ。一回外回ってみよう。もしかしたら外に人おるかもしれんやん。一回外の周り見てみて、誰かおるか確認した方がいいと思う。早く行こう。雨ひとつ風持ってこんでいいか。すっごい風も強いし、なんでこれ。雨の日は事件がいっぱい起きるって言うやん。雨降っとらんでもうちいつも事件ばっかりやないよ。お前のせいで。お前うるせえ言ってや、選挙官みたいな音でうるさい。前も社長と同じこと言うんかいや。やっぱこれこんな俺が出しとるわ、外から見たら。いや、やば、なんだこれ。とうとうガラスまで割られるようになってんよ。前はスプレーで玄関の扉のガラスに落書きされたよね。されたね。ねえ、ここにもガラス落ちとる。いっぱい家の前やったら防犯カメラついとらんね。うちだから後ろ回ってきたんじゃない。後ろやったら監視カメラもついてないし、セコムも起動しんしね。そうや、やっぱりこの家出てく。この家におる理由本当になくなった。こんなことされたら前らの命が危ないよ。次大体何でもなんで俺のせいにするのか。お前だって動画投稿しろやるや。だからお前のせいでもあるやるや。びしょ濡れだ。うちの窓割ったせいで家にも雨入ってくるし、もう最悪。どうしてくれるんやんで。傘持ってきたよ。この雨の日やから事件起きとれん。どうすら、家なんかズブリになるぜ。これこの割れ方いかつくない。何で割ったんかな。石投げたってことは、でも家の中に石があるはずやん。でもないってことはハンマーじゃないが。あんたのことよっぽど好きか、よっぽど憎んどっか、どっちかやろ。あんた多分生きりをついとるわ。ちょうどみんな今お盆休みやっとるやろ。平日でも家におるし、みんな絶対うちらもおると思ってんて。お盆休みで夏休みで暇やからクソガキが多分開けに来てんろ。クソガキってお前の方がクソガキやん。復習すればよかったね。やっぱそうだから、それ言っとって、早く家出てけばよかったって。学生のみんなはテストあり、社会人の皆さんはお盆に入るから、日頃の仕事のストレスを抱えてこのお盆にストレスをぶつけるためにここの窓を割ったのかもしれないですね。そんな暇でも割らんやろに、人んちの窓。家の中一回探索しよう。この庭の周りにもしかしたらまだ犯人おるかもしれんや。おらんわいの、逃げるわに決まっとるわいの。あんたやったら悪いことしたらどうする。すぐすったかたったすったかたったったってどっか行けやろが。何やってんやおい。すごい息切れとる。大丈夫か。すっごい息切れ。何やってん。そこの部屋のガラス窓割れとって。嘘や。何。ああ。やばいやろ。やっべ、誰じゃやった。やりよったな、これ。誰だお前。あ、ガチやし、これ通報や。うん、誰だ。こんなもんお前信じれんわ。ガチやんけ。なんか書いてあるし。だからファンがやってきてんで。これアンチか何かね。いや、本当のファンやったらこんなことせんやろ。建てた家の初めてのガラスやぞお前。一枚目やぞお前。これ何でんておい。ああ、やべやべ。手危ないし気をつけてやすし。お前これ何しとんお前。カメラ回したらダメやって。注意喚起動画なるやんけや。これいたずらする人増えるかもしれんがやお前。で一応今家の周り見てきてんけど誰もおらんげんね。まあ雨やし。そうそう、そんなさすがに割ったらすぐ逃げるって普通の人。石パーン投げてんのこれ。違うげん。普通外から石投げてくるやろ。ってことはここに石あってもおかしくないやん。見たけどないげん。でも跳ね返ったかもしれんがや。小石やったら分からんすよ。あパーンって跳ね返ってパキーンって。あ、それはあるわ。分からん。それかバットで、バットやったらもっとこれバーンっていくわ。今日お前大雨やぜ。やばいってこれ窓どうするん。私すぐさっき業者に電話した。視聴者ってここが物置かどうか知らんやん。だからもしかして誰かおると思って投げとるかもしれんやん。もしここ誰かおったとしたら、嫁入り前の娘の顔が傷ついとったら大変なことやってんよ。お母さんの子ならいいけど、妹の顔やったらやばいね。それどういうことや。お前そこがおかしいやんて。お前なんて結婚式にね、破談になったくせによう言うわ。破談って何。言われる筋合いねえわ。お前離婚しても再婚絶対できんわ、そんなこと言って。
ってるよ。じゃあお前未練たらたらやろ。お前選挙官みたいな子やん。私のそういう声が好きで結婚してるの、うん、まあそうやけどな、うん、これ窓開けてもいいんかな。さあじゃあダメだダメダメだ。なんで犯人の指紋が消えたらどうするの。てかさ雨やから絶対消えてないもん。泥棒に入られると大切な財産を失うだけではなく家族が危険な目に遭うなど大きな物理的心理的ダメージが受けることになって家の窓ガラスが割られてる状況に遭遇したらまず冷静ではいられません。ショックと恐怖でその場から動けなくなってしまう。今までたくさん危険な目に遭ってきたけれどもまだ怪我とかしたことない誰も。だけど今後もしかしたら何あるかわからん。でもこの状況に遭遇した時にまず思いつくのは空き巣被害に遭ったのではないかってことやよね。確かに視聴者じゃなくて泥棒かもしれん。しかもああやって鍵開けれるようになったし、ほらこの窓を全て割らんでも外側から左側の窓だけ割れば鍵まさぐって開けることが可能ってことよ。もしかしたら盗難されたものがあるかもしれんしまだ家の中に潜んでるかもしれんや泥棒が。まあもしかしたらおるかもしれん。あんたお前行ってこい、やすしと行ってこい。やっぱりこんな状況になったら女の子を守らなきゃいけない男の子たちはよろしくね。危険な目に遭ってきてね。バイバイ。なんで俺に全部任せるんねえや。パパとリオに任せたよ。ふざけんな。ちょっと待って、あんだけシスコンシスコンって言ったのに前のこと守ってくれんのか。俺もお嫁さん、俺も盗まれたものがないか部屋の中確認したりガラスを片付けてしまうわ。でも警察が到着するまで現状維持しといて部屋の中のものは何も動かさん方がいいんじゃない。違うん、警察って窓ガラスが割れただけやったら捜査してくれんよ。被害届の受理と書類的な事故作業のみで俺は金沢の警察官の友達に聞いたけど言っとって何もしてくれんや。あと同級生の島袋の家に空き巣が入って物が盗まれたことあるねんけどじいちゃんの1000万円の壺盗まれたらしいんや。いまだに島袋の家に入った空き巣の犯人は捕まってないし鑑識が来てガラスの指紋を採取しても適合するべき指紋がなければ意味がないんよ。雨で全部なくなっとる。警察に通報したら通報したらでパトロールを強化してくれるって言ってくれるけどそれも定かではないやん。ストレス溜まってへでぞ。泥棒って言うと映画とかドラマで玄関をピッキングして家に侵入するシーンをよく見るやん。でも実際は玄関とかよりも窓のピッキングの方が特別な技術を必要とせずに開けられるらしいから泥棒の侵入経路によく使われるらしい。なんでお兄ちゃんそんなことしてるん。泥棒でもしたことあるの。海外ドラマで見てんて。うちは空き巣2回と下着泥棒1回入られたことあります。でもママはその下着泥棒で腹立ったこと覚えとるに。私と前のブラジャーが2つあったのに前のだけ盗まれとってん。それおかしくない。そのババの盗まやろ。そんなことない。ママだって可愛いピンクのブラジャーやってんよ。ババ臭い。お前のさに経営劣化しとるしな。どへめやそれ。田舎やから無施錠が多くて空き巣が多いんやね。田舎って人口少ないがね。人だって誰も歩いとらんし入りやすいねん。ワンちゃん前のストーカーの仕業じゃない。あ、そうかもしれんね。前が受けたストーカー被害ヤフーニュースに取り上げられたこともあるやん。あ、そう出てんて。普通にヤフーニュースに取り上げられとったしね、桐崎医師のことは。ねえ、なんで私ストーカーされんねんの。ババアにそんなもんストーカーなんかつくわけねえなよお前。でも今日62歳のおばさんが70代の男の人にストーカーして捕まっとったよ。あったね。やすしもおるし一緒に今外見回ろう。泥棒もしかしたらまだおるかもしれんしな。これ押してみようと。ダメやって。いいして。何それって。いやマジで腹立つな。これ穴開いたらもっといろんな人入ってくるかもしれないね。夜になったら虫だって入ってくれんぞ穴開いとったら。面白くない。こっから続々人入ってくるとか。こんにちはって。逆にここの窓以外の窓は割られてないが家の中で。なんかさここインスタ映えしそうじゃない。こっからまいちゃん顔出してさピースってやったらきっと映えるよ。行ってくる。ねえあんたらちょっと甘く考えてない。これ大変なことねえよ。猫じゃらし。にゃー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 。いった鼻かっぱ鼻かっぱ。シュンあシュンと朝日いるパー。お母さん白髪めっちゃない。めっちゃある。やばいってこれやばい。他の窓割れてないから全部見ろや。でもし不審者おったらお前が退治しろや。何でぶっ殺すの。拳でやるや。ここの窓割れて、ああなんか開いとる窓。換気しとかんかったらカビだらけになる。あ、こっからやったら柵で入れんか中は。ばあちゃん側の1階の窓って割れてないんかな。全部割れてないね。2階の窓割れとったらやばくない。2階に登って侵入したってことになるやん。下からガンって石投げて、ね、2階も穴開いとくかもしれんやん窓。全部穴開いとらんね。前な親に向かって寿司投げよかったの。なめくじ俺前かわしに。いやいやいやだ。とりあえず1階の窓は全部大丈夫やったね。確認したよ。ダダダ大統領になったらね。まずは家もう一回入って誰もがなんか確認するぞ。ペット猫じゃらしだよ。不審者見たか。見てないか。見たなら言ってや。オッケー返事いい返事や。すでに窓ガラス割られてしまっているという状況になりますと、もう過去のことにわたってしまうのでその人が誰なのかお調べはできないんですね。今後そういった可能性があるとかであれば尾行張り込みといった調査などで特定ができるケースというのもあるんですけども、窓ガラスを割った人物今日の朝のお話だとは思うので、そこで防犯カメラを調べたりとかっていうことはできないので今回の内容であれば調査自体が難しいですね。あんたが割ったからもっとどういうことになったんや。で掃除するがママやろ。ガラスが破片めっちゃあるやん。そうやって危ないねよガラスって見えんぐらいのねちっちゃいね破片だっていっぱいあるねんから。お母さんあんま片付けすぎん方がいいよ。なんでよ。警察呼ぶし。呼ばんって。
呼ぶって。ほんとにそれ読んだらダメやって。でもそんなこと言うな、それ自体も出したらダメやって。1ヶ月前に視聴者のストーカーの被害に遭ってて、誰やったんか正体不明ねんけど、家の帰り道に男につけられとることに気づいて、勘違いかと思って左に曲がって家に帰ったら、その男がすでに家の前で待ってたこともあります。ずっとストーキングされていて、思い出すのも苦痛なほど大きなストレスと苦悩の日々でした。お前年周期ですげえストーカーされるもんな。結局ストーカーされてる時に交番に逃げ込み、とりあえず落ち着いたんですけど、すっごい怖かった。動悸が早くなって、もう眉心臓爆発しそうなくらい緊張して、もうどうすればいいか頭の中真っ白になって、とりあえず逃げんなんと思って逃げたけど、本当にあのような経験はもうしたくないね。多分それが犯人の可能性あるねんの。この窓あった、なんでまたなんか電話かかってきてんやろ。もしもし、お忙しいところ恐れ入ります。私株式会社バイクオー&カンパニー木之内良平様のご携帯お電話でお間違いないですか。いや高畑亮です。僕はお伝えでございます。大変申し訳ございませんでした。今当社の方からご連絡いかないようにいたします。もしかしておにぎさんが犯人ですか。ガラス割った。私本日はもう、こちら外、仕事場以外外には出ていないので。待って、また間違えてもしていい。甘いね、もう喋んなって。もしもし、お世話になっております。私オートバックス出張査定コールセンターの石井と申します。木之内様のお電話でよろしいでしょうか。僕高畑ですけど、今窓ガラス割れてるんですけど、今しかも2件目なんですけど電話かかってきたの。他の人からもかかってきたんですよ。木之内様ではいらっしゃらないということですよね。僕は高畑です。またの名は桐崎です。だからそんなのも含めてうち本当いたずら多すぎるって。俺もまた変わってきた。木之内様ではないですか。だから俺の電話番号使ってなんかいろんなサイトで登録されてるんですよ今。あ、なるほどですね。失礼しました。俺の電話番号特定されて、こうやっていたずら電話とかもされるんや。というかあなたもう携帯自体変えれば。ほんと迷惑声受けてるんですよ。特に夏とかめちゃくちゃあるね。じゃあ YouTube やめるとかそういう意見が出てくると思うんですけど、でも動画って人の幸せだったり好きなことを発信して繋がってっていう生きた証として素晴らしいものだと思うんですよ。まああんたの動画はどうかわからんよそれは。なんかもうあなたの思考落書きしていけ。ええな。見てみこの光景やばくない。やばすぎる。周りの近所の家からうちの家の裏見られた時こういう感じで見られねえよ。もうやべ、チンコ系すぎやろ。団子三兄弟。団子。あれ？なんかピンポン鳴ってない？鳴っとる。ね、しかもずっと鳴らしとるよ。ちょ、あんた先行ってきてよ、怖いし。先行って。え、なんか鳴っとったよね、やっぱり今。どちら様ですか？おい、キリザキ系。何よ、あんた。開けろ、開けろ。ファンです。ね、もしかしてさっきのガラス割った人じゃない？お前がガラス割ったの？いや、握手。お前がガラス割った犯人？え、僕ですけども。ほら、やばいって。いや、あんなことしていいと思ってるんですか？ダメだったんですか？握手だけでもいいじゃないですか。いや、ちょっとあなた、なんで窓ガラス割ったんですか？いや、ちょっと気分で。やりたかったです。会いたかったです。会いたいからって、あんな方法せんでも。ちゃんと普通に会いに来ればいいに。やっちゃいました。まず、よ、警察に通報しんの？これ待って、これあ、やっぱしてません。お前うちのガラス何で割ったん？普通にハンマーで。しかもガラスにサインくださったのが書いてあったのもお前か、マジか。ああ僕です。でも僕妹ちゃん大好きです。いつも見てます。興奮してもうおちんちんピンピンです。やばやばいって。えぐいこいつ。毎日お世話になってます。どういうことお世話って。いやもうそれは内緒ですよ。異常やぞお前。思春期ですよ。思春期なんて。思春期ですよ。お前いくつ。17歳です。そっか。お前今までどんな風に生きてきたん。小学校で窓ガラス割ってました。毎日校長室で授業を受けてたよ。こいつ本当やばい。お前さ、身バレ怖くないの。こうやって姿映されて怖くないの。全然いいですよ。映りたいです。お前今からお前留置所で暮らすことになるけどいいが。いやだって許してくれるんじゃないですか。でも僕お母さんのことも好きですよ。顔がシワシワなところが好きです。関わっとるし面白がって喋っとるだけやもん。そうやっても無視してウイコ。僕のこと好きですか。誰に聞いてます。みんなです。嫌いです。ちなみにさ、俺の電話番号特定されてすげえいたずら電話に使われてるんやけど、お前がやったの。見てみこの電話の履歴、全部いたずら電話や。お前やろ。ツイッターです。普通に書いてありました。親とか兄弟おらんのお前。親いますよ。お姉ちゃんもいますし。家族のみんなこのこと知ったら悲しむよ。いやもう別居してます。家出中です。だけど家族には変わりないし、何かしたらあなたのね責任を親に行くげんから。まだ未成年やろ。心は大人ですけどね。子供心も忘れずに。おいクソガキ、生涯どうやって生きてくつもりや。社畜です。社畜しますよ。 YouTube にこれ晒すからお前の職は完全に失せるよ。モザイクかけてください。じゃあお家まで行ってちょっと親にお話してくるわ。いや家知らん、いら家ないもん。すいません、握手とサインだけお願いします。やばいこれ、こいつやばい。もしかして握手したら帰ってくれるかもしれないから握手して。お願いします。危ないって。そんなことせんでいいって。自分のうちの窓ガラス割られて何も漫画んけ。だって俺家ないもん。いやいや、あんたじゃあどこに住んどるん。だから家ないって。じゃあどこに住んどるん。どこで寝とるん。ホームレス。段ボール引いて寝とる。僕のホームレスドリーム。どうやってじゃあ食べ物食ってんの。草よもぎとか食ってます。窓ガラス割った後にうちの1階侵入した。ちょっと徘徊させていただきました。お前なんか盗んだ。盗んでました。ない、盗んでませんよ。どっちじゃ。正直に
に行った方がいいぞ、盗んだもん。トイレットペーパーです。だから野草するじゃないですか。ホームレス生活やしや。うんこしたら血服でしょ。見てガラス割ったよ。え、ほら、いや、うちのガラスは割っとるわ。やべえ、お前割ったの、これ映像撮っといた。はい、異常者よ。リオ TikTok にあげようかなと思って。何の音楽に載せるか言って。森山直太朗のうんこ流してこれ載せますよ。うんこだなですわ。カルマだ。僕めっちゃ優しいですよ。いやいや、やってあんたやろ。だって俺優しいもん。優しくない、常識ない。優しいし女の子守れるし、ハンマーで。じゃあ自己 PR してみ。優しくて面白くて息臭いです。匂いで夜の運動会とかバコバコですよ。臭すぎて舞い上がりますよ。あのホームレスなんで金ぐらいちょっとよこ、ちょっとください。いや今そう言うと思って俺は3000円を用意しとった。さすが、分かってる。え、いいんですか。すいません、あと5000円ぐらい欲しいですわ。サインだけ、マジで。じゃあサインだけください。じゃあサイン色紙持ってきて。あ、じゃあ普通に紙持ってきて。1ヶ月前、前のこと後付き取ったやろ。してましたけど。え、可愛かったからですよ、そりゃ。エロプレイですわ、エロ。エロプレイらしいわ、お兄ちゃん。エロタレスト。待って、窓ガラスの業者来たかもしれん。これどうすか、このガラスの割れ方って。まあ、物が当たって割れたような感じ。まず1個目の窓から取るわけですね、割れてない方の。古いやつやから、形が古いから、うん、全部取らんかったら、プレミア。今、あの班に裏口に回ってこんときゃいけるの。やっほー、帰ってきた。帰ってきたね。こんなことしてる場合じゃないって。はい、戻ってこい。犯人来るかもしれんやろ。あんたは分からんかもしれんけど、女の子が男の人にずっとつきまとわれる気持ち考えてみて。すっごい怖いからね。だからもうなんか俺この家住もうかなと思って、割ったところから入りますよ俺。いや無理やから。できれば妹ちゃんとお母さんに挟まれて寝たいです。川の字で。やっぱ熟女と若い女の子に囲まれて寝れるのは最高です。でもおばさん臭い、お母さん。悪かったな、どうせ臭いわ。いや、すいません、もうちょっと一回サインだけお願いします。それじゃないと僕帰れません。いいよ。マジっすか。なんかサイン舐めとる。やべ、サイン食っとるこいつ。うちらが悲しい思いしとって辛い思いしとるのにどんだけ続けるか。ほんと人に迷惑かけすぎねんて。親御さんもお姉さんもみんなに迷惑しとるよ絶対。俺は桐崎に住みます。警察通報します。もう、はい。え、ガチ何してるっすか。留置所やお前。え、無理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 。はい、警察に電話かけます。いや、俺も通報したからな。はい、もしもし。おい、これね、どこ行けんって。ちょっと逃げてんだろ。逃げてったやんけ。どうするん、またやられたら。皆さんもストーカー被害とか怖い目にあったら、とりあえず周りの人に相談すること、一人で抱え込まないことが大切です。絶対に泥棒とか入っても私たちみたいな対応はしないようにしましょうね。相手したらダメ。あんた今動画撮っとした。またまあそうなったけど。それでは皆さん、さようなら。